はヌーベル役の伊沢美香子です。皆さんごきげんよう。ミリアム・ヒルデガルド・フォン・グロピウス役の高橋かりんです。アクションノール、アニメ、舞台、アプリゲームなど様々なメディアで展開中のプロジェクトアサルトリリー。この番組はそんなアサルトリリーの魅力を伝え人々を導く存在となっていくためのパーソナリリー養成番組です。はい、1月から始まったこの番組も地上波での放送は今回で最後です。なぜならそもそも期間限定だったんでね。まあね、はい、期間限定だったということで、うん、まあでもさ、この間、うん、出撃は待機ってラジオ買うべき出撃って指令を出したばっかりですが、がまあこの番組はね、うん、ネットで聞いて、うん、地上波のラジオもなんか聞いてください。そうだね、ね、有効活用、面白い番組ありますから、はい、TBS ラジオさんを聞いてください。聞いてください。お願いしますよ、お願いします。はい、はい、ということで季節的にはもうすっかり、うん、春になってきましたね。そうね、ね、もう番組のこの台本には、はい、春感じてるって書いてますよ。春感じるほどに。やばいやばい、私感じてるよ。感じてる、どこで、うん、花粉。あー、それは確かにね。みけちゃんは花粉ある？いや、めっちゃあるよ。もうすごい、もう涙も鼻水も止まらない。ね、で皆さん、ちょっとこのトークでお察しいただけるか分かりませんけど、我々、はい、今日も、はい、ダンスレッスンしてきましたなんで拍手なの？通りでふわふわしてると思ったでしょ。思った。ちょうどいい、届いてディレクターさんに言われました。なんか話が続きそうで続かないで次の話題にどんどん感じなった。お互いにさ、空気読みながら言ってよーみたいな。そうだよね、うーんでーみたいな。そうなんですよ。今日もね、いい感じに力抜けてますので、はい、まあ、楽しくやっていけたらと思いますよ。そうですね、はい、ということでそれでは始めていきましょう。アサルトリリーラジオガーデングローイング訓練開始。この番組はアサルトリリーラストバレットの提供でお送りします。アサルトリリーラジオガーデングローイング。テレビアニメアサルトリリーブーケのブルーレイが毎月連続リリース。第3巻には7話から9話が、第4巻には10話から12話が収録されています。私たちの戦いは最後まで見届けてください。さあ、クライマックスへの準備はいい？始まるよ。アサルトリリーラストバレット、みんなお待たせ。姫姫の出番よ。え、呼ばれてなくてもステージに立つのは当然でしょ。だって世界一可愛いんだもの。アイドルリリーステージ開催。再び笑顔を咲かせるために。ごきげんよう、伊沢美香子です。ごきげんよう、高橋かりんです。はい、ということでね、うん、この番組でも何度も話題にしておりましたが、はい、先週開催されたアサルトリリーブーケのスペシャルライブイベント、エイドルリリー、皆さんご来場いただきましたでしょうかね。はい、ありがとうございました。楽しんでいただけてるといいんですが、ええ、まだこの収録段階ではちょっとね、本番を迎えていないということで、はい、今日もね、さっき言った通り、はい、ダンスレッスンとかしてきましたけども、そうよ、はい、たっぷりね、来週以降感想もご紹介していきますので、はい、引き続き送ってくださいね。はい、お待ちしてます。はい、そして先日発表になりましたが、はい、8月29日日曜日に埼玉スーパーアリーナで開催されるアニメのサマーライブ2021カラーズにアサルトリリーから一つ柳隊が出演することを決定しました。ということで、もうお祝いのメールも届いているそうですので、ご紹介していきますね。はい、ラジオネームケイさんからです。ありがとうございます。ミカさん、カリンさん、ごきげんよう。ごきげんよう。この度は一つ柳隊の兄様出演決定おめでとうございます。ありがとうございます。多くの人に命感じてもらえることを祈っております。ところで、兄様の一つ柳隊以外の出演者を見たら、バンドリや D4DJ からもユニットが出演されることに気づきました。中でもつむぎさんは3ユニットでの出演。
同じライブイベントに3役もまたがって出演されるなんて、やっぱり声優さんですごいんだなと感じました。自分は当日参加できるかまだ分かりませんが応援していますとのことです。ありがとうございます。いやそうね、昨年ね延期になってしまったのはまあ残念でしたけど、1年越しにこうやってね、うん、埼玉スーパーアリーナに立てるということで、もうめっちゃ楽しみだね。いや楽しみ、あ楽しみだけど緊張する。いやなんか私生まれたのが埼玉県だったからさ、おおだからなんか埼玉ってよくさ何もないっていじられるじゃん。はい、なんかいやなんか遊園地とか何か何もないだろって言われるんだけど、あ埼玉ポーズをしてくれるんですけど、はい、けどもラジオでだから地上波終わるんじゃないかっつっていやだやめてよ、違うよ、今は私はこれはもう電波に乗せる気なんかなく、ただミケちゃんにアピールしただけなんだからただねそんなことはどうでもよくて、はい、私が生まれたのが埼玉県だったから、うん、そのなんか埼玉のことを言われるたびに、いや埼玉には埼玉スーパーアリーナがあるからってこう口癖のように言ってたので、うんうん、なんかこのなんだろう埼玉の誇りみたいなところで立てるっていうのがまず一つ嬉しいかな。あ、うん、なんかそこにね一つ投げたい人として立てるっていうのもさらに嬉しくて、そうだね、嬉しいよ。いや楽しみですね、1年越しっていうのもあるしね。かりんちゃんはどうですか。いやそうですね、もうライブイベントっていうものに一つ柳隊が出れるっていうことがまずねとてもびっくりだし嬉しいことだし、やっぱ9人揃ってまたこう歌をとかねダンスとかを披露できる機会があるっていうこともね、うん、すごい嬉しいなと思って楽しみにしてますよ、ね。まあ、個人的には推しを見にねよく行く SSO なんでいいよね、どうもどうもっていう感じでそこに立っちゃうそうだね、嬉しい ね感慨深いですね。ねあとさアサルトを知らなかった人にもこの機会にね、はい、知ってほしい ね、 うね、うん、なので爪痕を残せるようにね、はい、頑張りたいと思います。命感じて、命感じてほしいですね、もらいたいですね、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。では続いてのメールをご紹介しましょう。ラジオネーム貝原さんからいただきました、うん、ありがとうございます。毎週日曜楽しみに聞いています。ありがとう。7日の放送で瞬きがかかった時は感動しました。ゆりのことが頭に浮かび涙が出そうでした。3月24日にテレビアニメアサルトリリーブーケのブルーレイ第3巻が出ましたね。たった3話で散ったユリのあの衝撃は今も忘れられません、リリは彼女を一生忘れないでしょう。僕も忘れません。考えさせられる人でした、うん、彼女の勇姿と笑顔は僕の人生に残りますということで、うーん、ありがとうございます。ありがとうございます。いやユリちゃんはやっぱりね尊いですね、そうだね、ユリちゃん思い出すと悲しいけどね。この間ゆりちゃんのさ、いやゆりちゃんのグッズとかもさ出てるじゃん。ほう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 、アクリルスタンドかな。ほう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 、だからもうこうやって一つ柳隊と並べてくれ、確かに気持ちになったよ。そうだね、一つ柳隊だからねゆりちゃんもね、うんうんうん、気持ちは心は一つ柳隊ですね、はい、そうですよ。なんかさやっぱブルーレイは本当に豪華よね、特典がいろいろあってさ、うんうんうん、3巻の特典 CD には、一つ柳ゆりちゃん、CV 伊藤美久さんの瞬きが収録されるということでね、特典 CD ですけれどもね、うんうん、はい、あとねなんか法人別オリジナル特典とかもあるし、あとその中で Amazon だとラムネを飲んで一休みスペシャルっていうさ、特番やったじゃん私たち出た、あれのディレクターズカットバージョンがつくだって。しかも約50分ですよ、すごいね、結構長いね、結構いっぱいうちら喋ったよね。確かに結構、うん、カットされとるって思っただってなんかランキングってなんて言うんだろう、自分の好きなものとか発表するコーナーもさ、うん、なんかこのジャンルはこの子でこのジャンルはこの子でみたいな、なんかその同じ質問に対する他の子のさ、うん、見れてない回答とかもあったと思うけど、そうだね、一通りねみんな同じ質問に全部答えてて、確かに、そう、その中からこう抜粋されて9人っていう感じになってるから、うんうんうん、ぜひ見てほしいですね。そうだね、うん、ぜひご覧ください、見届けてほしいです。はい、はい、他にもなんかソフマップの特典だと楓ふみミリアムの書き下ろしアクリルアートスタンド A3 っていうのがつくんだけど、 A3? A3 ってだってめちゃでかくね、 A4 サイズ2枚分とか、え、こんなでっかいの、大きい。楓とミリアムとふみがこうなんかアイドルっぽい衣装を着てる、うん、リリーリリーゴゴリリーゴゴリリーチームが、かわいい、かわいい、どこに立
てかける窓とかに立てかけてもらったら、あの五光がさせていただきたいと思う。ちょっとステンドグラスみたいな、うん、えでもさ、まあ、もちろん、うん、無理にとは言わないけど全種類集めたらそれはそれで、そうね、もちろん集めたい気持ちあるね。だってさ、あのそれぞれのこの、特典CD に入ってた曲のユニットごとの特典じゃないですか、うんうん、かわいらしい、ね、かわいいよ。月明かりのコントラスト、うん、レインボーと、うん、いつでもそばで、いや素敵ですね。曲の雰囲気がしっかり現れてるのでね、本当だね、ちょっとぜひゲットしていただけたら嬉しいですよ、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ではじゃあ続きまして参りましょう。はい、ラジオネーム綺麗な焼き魚さんです。ありがとうございます。ヒゲさん、かりんさん、ごきげんよう。ごきげんよう。先日丸井で販売されていたアサルトリリーのモチーフリングが届きました。私はユージアさんのリングを購入し早速つけようとしましたが、はい、そこで問題が発生してしまいました。なんだい。なんと右手の中指に入らなかったのです。あら、21号だったので大丈夫だと思ったのですが、現実は非常でした。なんとか左手の中指には入ったのでおしゃれとして活用していきたいと思います。お二人はこういうリングのアクセサリーなどをつけたりしますか、とのことです。21号が一番大きいサイズなのかな。ほう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 。9から21とかだったかな。それで右手の、ね、中指でしょ。人差し指とかはあんま男性はつけないのかな。でもほら、あのさ、みんなさ、ひとつや柳隊のみんなが中指につけてチャーム持ってるから、やっぱ中指につけたかったんじゃない。なるほど。いやでもまあギリ入ってよかったけどね。あのむくみ取ったら入りますから。めっちゃ指マッサージして。そう、でもまたむくんできたら抜けなくなっちゃうよ。入ったものは絶対抜けるから。あーなるほどね、うん、なんかあの石鹸とかで、そう、あとタコ糸とか言うよね、なんかね。タコ糸巻く、あ、この隙間から入れて引っ張るってこと。で、なんかじりじりこう動かしていくんだって。タコ糸のさ、なんか多分端を入れて、あと指にぐるぐる巻きにして、あの紐をどんどん引っ張っていくと、ネジのレールみたいなさ、そうそう、レールみたいな感じでぐるぐるって抜けるとかよく言いますけどね。どうなんですかね。あの指輪についてもう一つメールいただいてるのでご紹介したいと思います。ラジオネームロトさんさんさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんは普段からリングをすることもあると思いますが、そのリングに何か願いを込めていたりしますか、うん、ちなみに右手中指にするリングは直感やひらめきを象徴し、インスピレーション、かっこ、霊感イコールマギを高めるらしいので、仕事や恋愛の手助けになるそうです。リリーにぴったりですね、諸説ありということなんで、まあそういう意味でリリーたちも中指にしてるのかな。まあわかんないけどね。どういう意味なんだろうね。でもあんま普段さ、アクセサリーとしてつけるとき考えたことなかった。はあ、そっか。私はでも中指とか人差し指と小指が多いかな。なんで理由はあるの。なんか使わない。ぶつからない。あ、なるほどね、邪魔じゃない。うん、確かにこうスマホやるときとかにカッカッカッってならないみたいな。うん、ああなるほど。右は人差し指が多いかも。へえ、でもなんかパッと見えるのはさ、人差し指じゃない、うん、そうだね。手置いててもさ、確かに見えたりとかね。そうだね、するから。へえ、考えたことなかったけど、なんか誕生石のリングとかしてる人とかね、あ、うん、いるよ ね、いるよね。なんかパワーをもらってるのかな、うん、石によってもいろいろ意味あるらしいよ ね宝石に。へえ、全然気にしたことなかったけど、うん、ちょっと全部の指調べて気分によって付け替えようかな。そうだ ね、なんか願掛けがねきっとあるよね。ねえ、でもそしたら結局全部の指につけないといけない。これもこれもこれもで、なんかさ、子供の頃さ、あの、うん、ポテトのさ、ま、なんか輪っかのさ、あるある、お菓子全部の指にはめて食べなかった。全部の指。いや、人差し指にとかはってか、全部にバババババババってつけたわ、もう。やばね。でもさ、最近そのダンスのリハーサルの方でさ、うん、なんかあのカプリコ、あのチョコレートのいちごの、うん、あれをね差し入れしてもらったんだよね、うんうん、でみんな嬉しくて食べてたんだけど、私と星森は絶対こぼすから、うん、ゴミ箱の下で、ゴミ箱の上で、上で、そう、ゴミ箱抱えながら食べてた。いや、あれほんとさ、もうさ、サナシがさ完全にゴミ箱をこう、うん、なんだコアラみたいに抱えて、なんかね、こうなんか抱っこする形でも体調悪いの大丈夫みたいな、なんかの飲んだ後の人みたいな感じだったけど、なんか美味しくないんじゃないと思ったんだけど、どうなんで
ですか。いやもうこっちに集中してるから気にならない。気にならないですか。でさ、サナシはさ、なんかそれに対する言い訳でさ、うん、うちは先祖代々こうなのって言ってそうだっけ。そう、いや先祖代々同じことしてる人いたと思ってめっちゃ嬉しかった。いやサナシは信頼できますね。はい、ということでね、たくさんのお便りありがとうございました。これからも皆さんからのメールをお待ちしております。ここでアサルトリリーからのお知らせです。まずは配信情報です。 YouTube のアサルトリリーチャンネルにて、ゆゆ役の夏吉優子ちゃんと舞役の岩田春樹ちゃんの2人が MC を務めるアサルトリリー放送局木曜日夏吉岩田のラムネで乾杯が各週木曜日に配信中です。次回は今週4月1日の21時より配信予定です。皆様ぜひご視聴ください。続いてアサルトリリーラストバレットにてシナリオイベントアイドルリリーステージを開催中です。開催期間は今週の水曜日3月31日まで。グランエプレメンバーの専用衣装がピックアップされているイベントガチャも同時開催中ですので、ぜひゲットしてくださいね。そして現在アサルトリリーの大型展示イベントリリー展 in ギャラリーアーモが東京ドームシティギャラリーアーモにて開催中です。キャラクターのパネルを設置したフォトスポットやテレビアニメアサルトリリーブーケの資料コーナー、舞台で実際に使用したチャームや衣装の展示など盛りだくさん、イベント書き下ろしの可愛いイラストを使用したグッズも販売いたします。そしてなんと会場にヒュージも出現しているみたいですよ。ということで皆さんぜひご来場いただいてご自身の目でお確かめください。そしてゲストのお知らせです。再来週7月12日更新分のゲストには飯島蓮華役の石飛エリカさんが来てくれます。石飛ちゃんへのメールはなるべく早めに送ってくださいね。以上お知らせでした。それではここで1曲お届けしましょう。地上波最後の今回はこの曲しかありませんよね。アサルトリリーブーケより一つ柳隊でグローイング。走り出そう、もアイドルリリーステージ開催。
伝えたかったのは日々の輝き。共鳴せよ連携特訓。リリーたるもの、どんな困難が待ち受けていようともヒュージに立ち向かう強い意志と仲間との絆が大切。そこでこのコーナーでは2人で協力して様々な特訓をしていきます。今回のテーマは地上波最後ということで、グロービングを見せつけろノーカットタイムキープ特訓です。はい、地上波になって放送時間がタイトになった分、タイムキープの能力はかなりグローイングしているはずですよね。そこで今回はエンディングまで時計を見ずにタイムキープしていい感じのところで番組を締めます。なお提供クレジットが入るデッドラインは28分40秒。もしその時間になってしまったら自動的に終わります。エンディングの前に40秒の CM も1本入りますので、それも計算してうまいことトークしていきましょう。なお全然いい感じじゃなかったら響きラジオステーションでのアフタートークで補修という名の罰ゲームをやってもらいます。ということで、はい、こちらはね明日配信されますから、ぜひお聞きください。でエンディングで言わなければいけないことは最低限にするために先にお知らせが入っていたんですね。はい、ここからはもう噛んだりしてもカットできないので、そこも気をつけてくださいって。いや怖いよ。はい、ということで今回の特訓ではエンディングの時間を残して2人でフリートークをしていきます。っていうかもうコーナーが始まった時から特訓は始まっています。今もう結構いったと思うんで、まあ2つぐらい喋れるかな。まあでも地上波だからできるコーナーだよね。そうね、ネット局だったらいくらでも伸びれるしさ、確かに、はい、終了ってなるけど、そうね、地上波のね尺があるからできることだけどさ、もうよくブシロードさんは GO を出したよね。こんな企画にさ。確かに最終回だってんだろうっていう。だからすごい中途半端なところで、うん、こないだで CM みたいなこともあるわけでしょ。あるわけだね。でも逆にそれで終わってみんなもう明日響きラジオステーションでアフタートーク聞けばいいんだよ。なるほどね。まあじゃあうちらはまあ大体こんな感じかなっていうフリートークを自然にしてればいいってことですね。はい、そうだと思いますね。今ね多分ね2分、うん、2分10秒ぐらいじゃない、もうコーナー始まってからね、そんぐらい経った感じしてるよ。私も1分5 2分ぐらいかなって。あでも前さなんかさそういう特訓やったよね。なんか時間にさリリーの魅力を喋るみたいな。そうだ、30秒とかじゃなかったっけかな。多分かりんちゃんめっちゃいい感じだった気がする。でもそれもね心の中で私はずっとねあのね歌ってんのよ。カウントアップしてたの。大体ねあのねある曲をねちょっといい感じのとこまで歌うと何秒っていうのが私の中であるんで、でもそれで喋れるんだ。今やってないから分かんない。いやもうむずいよ。なんかじゃあせっかくなんで、まあ、ライブの話とかしていきますか、はい、今 ね稽古絶賛やってますので、この次元では、はい、私の最近お気に入りの、うん、モノマネがあって何ピです。あ、出た、赤尾ひかるちゃんです。赤尾ひかるリリー役だね。いいですか、ちょっとみんなに聞いてもらっても。やろう。じゃあ私の赤尾ひかるちゃんのモノマネまで、はい、そう、笑顔がいや、もっと違ったな。そが大きい。そう、笑顔がこれ良かったんじゃない。いやいいけどさ振りが雑だよ。ハートハートよりね。あハートハートよりみんな何が始まったんだ。顔、ね、いやそう急に赤尾ひかるちゃんの前やります。そう顔がいつのってダンスレッスンでねよく、うん、歌ありの方の音源も聞くし、うんうん、ピーちゃん自身の歌も聞くから聞く、ね、それを見てみんなでね真似してんだよね。そう今大量発生してるよね、うん、みんなピーちゃんがそうえかうかってそうえかうかみんなやってるよね。おもろい。いやでもなんか稽古場のノリみたいなのはあるよね。あるね、うん、なんかさそれこそハートハートをさ、うん、ピーちゃんがお休みで、うん、なっちゃんが一人で歌ってた時さ、うん、サビになるとなぜかみんなバタ足をするっていう。やったやったやってた。なんか寝っ転がって仰向けに、ね、そう手と足をこう同時に上げてなんかこう力を抜く、うん、またまたストレッチみたいなのをやるんだけど、はい、なんかサビになるとみんなやりだすんだよね。ありがバタバタありがとうってでサビ以外の時は根拠なんですけどみたいな違うストレッチしてね。そうそこになると合わせるっていう変なノリありましたね。やったね。なんかそん時さ、うんうん、はるちゃん岩田はるきちゃんも一緒にそれやってくれてて、うんうん、はるちゃんもそういうことするんだっていう驚きと喜びがあった。やばい、こっちのこの陣営に引き入れてしまっているかもしれない。へえー。
でもね、あとみんなの可愛いところもいっぱいあって、うん、私かりんちゃんの可愛いところ知ってるんだ。どうしたこの間ね、どぎまぎ。まあ長いんですよ結構稽古の時間が、うん、途中でなんかあの差し入れを買ってきてくださってスタッフさんが、うんうんうん、でみんなでわー食べたい食べたいって食べてたら、かりんちゃんがおにぎり食べながら反対の手でバナナ食べてるし超可愛くないですか。でなんか、まあ、なんでそんなことしてるのって言ったら、いやなんかしょっぱいの食べたら甘いで食べたくなるじゃんみたいなこと言ってて、交互にもごもご食べててそうそう超可愛かったあんなのなんか猫とか犬がさ、よくさあこのご飯も食べたい、これも食べたいみたいな感じでなんかはーいらっしゃい、ゆっくり食べてってさすがなぎたいね、早い者勝ちじゃん食べ物ね名前書いとかないとね、サバイバルなくなっちゃうからそうだから最初におにぎりバーって取ってあらやっぱバナナも食べたいなってなくなっちゃったら悲しいもんね。そうなんですよ。だから置いとかずに取られる前食べるって、そう両手に持ってたの。あれほんと可愛かった。いやおかしかったね。でそろそろ結構あと1分とかじゃない、多分そうだと思う。今5分ぐらいだと、ね、あのさ、私もさ可愛いエピソードあってさ、何また岩田の春樹ちゃんなんですけどこの間さお蕎麦を食べてたの。アサルトリリーラジオガーデングローイング、テレビアニメアサルトリリーブーケのブルーレイが毎月連続リリース。第3巻には7話から9話が、第4巻には10話から12話が収録されています。私たちの戦いは最後まで見届けてください。さあクライマックスへの準備はいい？始まるよ。アサルトリリーラストバレット、みんなお待たせ、世界一可愛いアイドルリリー、姫姫の出番よ。って観客はヒュージー、アイドルリリーステージ開催。そこのバカヒュージー、あたしたちの歌を聴きなさい。アサルトリリーラジオガーデングローイング、地上波での放送も間もなくお別れのお時間となってしまいました。番組の感想などはハッシュタグパーソナリリーをつけてつぶやいてみてください。番組では私たちへのメッセージや各校内のメールなど皆さんからのお便りをお待ちしております。響きラジオステーションにある番組ホームページのメールフォームから気軽に送ってくださいね。お早口ですね。これなんかみけちゃんがちょっと早い感じだったかなとということで、本日で TBS ラジオでの放送は終了となりますが、響きラジオステーションでは引き続き月曜日のお昼に番組が配信されます。次回の更新は4月5日の予定です。誰でも1週間無料で聞けますので、これからもよろしくお願いします。さらに会員登録をしていただければ番組をお気に入り登録したり、番組のアフタートークを聞いたりすることができますよ。また YouTube のアサルトリリーチャンネルでは過去の本放送も含めて番組をお楽しみいただけますので、こちらもよろしくお願いいたします。そろそろ終わるんじゃないかと私は思うんだけど。この番組はアサルトリリーラストバレットの提供でお送りしました。聞いてね、またまた聞いてごきげんよう。